それではこちらのピアノを紹介します。 W102B 1981年製のピアノです。なんといってもこの見た目の印象はとても美しいです。赤茶というんでしょうかね、深めの赤茶の木目模様が特徴です。こちらの譜面台も前に出るタイプ、ここから響きが出ます。そしてこちらもいろんな動画で紹介してきましたが、中にこう入る、トーンエスケープというものです。実際に弾いてみましょう。タッチがとてもいいですね。音色はどちらかというとこう明るめの印象を受けます。こう優しさをポンとこう置いたような印象ですね。響きを確認します。とてもピアノ鳴りという点ではとてもよく響いてくれます。トーンエスケープ、譜面台を前に出すことでより響きの輪郭を弾き手が捉えることができます。とてもクリアな印象です。いかがでしょうか。こちらヤマハリニューアルピアノ W102B 1981年製です、動画ではお伝えしきれないこちらのピアノの魅力をぜひ一度ご来店なさってみてください。皆様のご来店お待ちしております。